旧小諸本陣は、長野県小諸市に現存する、本陣県といわば建築。内部非公開。正面号支給北国街道小諸地区の、本陣県といわばとして使用されていた、旧上岳住宅である。現存するといわば建築は全国にわずか二棟しか、なく、その希少価値などから、おもやと表門が1973年6月2日、国の重要文化財に指定されている。 建築年代は18世紀末から19世紀初頭と推定される。母屋は街道に面して大きな霧妻屋根を持ち、腕木で張り出した二階前面に格子窓を設けている。表門は本寺宮敷への出入り口で薬員門形式の構造を持つ。明治時代中頃、田村家所有が移り、1993年、市に寄贈された。老朽館が著しく、 建物が面する長野県道40号諏訪白川湖、小室線への傾斜や屋根瓦の落下が懸念されるようになったため、国支援の下での解体復元工事に向けた応急補修工事として、2016年5月末からパイプを用いた補強と屋根瓦の一部撤去などが行われた。明治諸島まで臨地に旧白施設用の建物が存在していたが、作詞に移築され、現在は、 本人から徒歩すぐの位置に再築されて、小諸塾本人主屋という歴史博物館として現存する。上記の重要文化財の母屋とは別のものである。ABCQ 小諸本人、小諸市オフィシャルサイト平成30年4月29日、閲覧広報小諸、平成28年5月号、小諸市オフィシャルサイト平成30年4月29日、閲覧。ありがとうございます。